皆さんこんにちは、タイガー桜井です。そしてウルフ北原です。よろしくお願いします。本日はですね、はい、ちょっと前のね、アップデートから実装された、はい、このルームマッチのルールで、はい、2ピックデッキ交換戦ってやつがね、あー出ましたね。はい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 、それをねちょっと今回やってみたいと思います。なるほど、紹介します。はいはいはい、なんかどんなデッキを相手のデッキを僕たちが作るんですもんね。そう、僕たちっていうか僕が作るね。相手のデッキを作るので、できるだけ弱いデッキをそういう楽しみ方ですよね。そういう楽しみ方ですよね。そうですよね。作って、はいはい、勝負すると。なるほど、いったところですね。はいはい、でまあこれはね、相手のデッキをどれだけ弱くするっていう構築力と、うん、なるほど、あと弱いデッキで戦うっていうプレイング力が試される非常にね面白いルールです。よしよしよし、今回じゃあ、はい、勝負したいと思います。はい、じゃあ早速デッキを作りましょうか。はい、はいはい、ということで、はい、早速デッキを作っていきたいと思います。はい、おー、やっぱねこれなんですよね。結局これがね、弱いデッキ作りやすいんですよね。あ、強いな。ちょっと、いや、タイガーさんも強い強い。全然なんかワイドリーマーマンとか来ないんですけど。ねそうっすね、こっちの方が、こいつのね、これは強いんですよ。あ、ちょっとこれ結構悩む。まあちょっとここはあれだな。いや、こっちで行こう。いや、これはね、ほんとこれが最強なんで、できるだけあれを取っていくと。なんだ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 。できるだけね、あれを取っていきたいですね。あ、強いな、なんか。ちょっと待って、強い強い強い、めっちゃ強い。結構ね、これ強いんですよね、実は。でも取っちゃう。あ、強っ、強すぎじゃん、これ。いいよいいよ、これ強いな。しょうがないな、こっちは取っておいてあげよう。あ、この強いな、こっちで。これ強っ、めっちゃ強いんだけど、マジ。強っ。まあまあいい感じにアルティメットデッキビルドできた。マジで。はい、早いっすね。これはアルティメットですね。いや、これ結構強いよ。はい、オッケー。はい、スタート。スタート。クラスなんだろうな。クラスなんだろうな。いや、なんか被りそうな気がする。ほんと？うん。やっぱそう。だってもうほんと弱いデッキ作りやすいもんだ。そうっすね、作りやすいんですよね。なので、ちょっとそう考えるとウルフのやる気強いかもしれないな。お、先行。なるほどなるほどね。いやー、ほとんどいらない。ほとんどいらない。お、ナイスナイスナイス。もう全部入れ替えたいぐらい。うん、ウルンデッキね、一個強いの決めちゃったんだよな。なんだろう。まあ、初動はね。初動はね。よしよし、残す残す。さあ、強い。222。222でもね、ウルフの入ってんだよな。いや、でも俺はもっと強い。もう222よりも厄介。これ厄介っすね。厄介なのか、これは。厄介っすね。もうこれでもほっといていいんですよ。ああ、ほっとかれた。ほっとくのがいいんですよ、これ。そう、あ、強い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 。うん、いや、それ厄介だけど、
強っ。ここは処理をしていく。強すぎる。えさあ弱くしていく。これでそれ結構厄介ですね、はい、これ精霊の呪いは一応次ドリアドに一方されちゃうもんね。そうですよ。めんどくさいですね。お出た卵すごい入ってるんだよな卵いや卵は別に卵はどういいじゃん。どう別に卵は、うん、そうですね。ドリアド強えな。ちょっとここはちょっと処理しておこう。ここは全処理有利トレードしておこう。よしじゃあね。くそーよドリアド強え。よし卵取った。卵打ち取ったよ。そのデッキ、そのデッキはでもね、あんま強いの入ってない警戒すべきはあんまり、一枚ちょっといるぐらい。モフモフさんはいないかな。これ出たレオネル、何をゼロコストにしたんだ。いや、こいつはね、ほっといていいんですよなるほど。とりあえずほっといていいんですよ。なるほど、うん、なるほど。複数多分そのうち勝手に消えてくると思う。いやこれなぁ、ちょっと1枚出しておいて今入ってんないや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 、確かにそっか1枚出しておいてって言ったらそういうことだ。やばいやばいやばい、ちょっと渋滞してしまった。そうただ、うん、進化切りますかね。いやなんかすごい手札を見る感じめっちゃ似てるんだよな、デッキ構成が。やっぱそうなっちゃうのかな。あ、出た、そう、それがね、強い。ここで決めるよ。リストは取るし、いく。はいはいはい、はい、その心臓を情けない。なるほど。ただそれは手札には戻さない方が良かったかもしれないですよ。ドリアド、どうすよ。嘘だよ。お、でけえ、でかくなった、1。さあ、ここでいくと、ただまあこれ簡単にな、倒されちゃうかな。それだといい腕前だ。でけ、倒せるのか。まあまあまあ、そうだね、簡単に入ってるから。私が助けてあげるから、どちら様でしょうか。元気を出して。さあ、ここ一気に展開していく。展開していく。森の石とか入ってないかな。まあ入ってても意味ないか、これ。え、これ何持ってくんの、これ。え、これウリエル何持ってくるんだ、これ何持ってくんだすげえ気になる、これ。いや、ここはね、ちょっと気になるから、先にこれ何持ってくんだろう。庭だろう、庭。おお、いいね、いいね。悪くはない、悪くはない。なるほどね、庭いいね。はいはいはい、どちら様でしょうか。ここでドローしていく。なるほど、はい、これでおしまい。進化を使っていくと、我が炎はアースでも、それでも大変な手札がね、手札もないから展開してるけど手札がね、このデッキでドロー操作あんまないはず。魔物の相手くらいなら私が気に出して。これ使っていいのか。これ使うしかない。あ、精霊の呪いな、ここね。いや、これやばいななるほど。でもこれ、あ、そっかそっか、燃やしてあげる。今セレブモリ使わなくてもあれでしたよ、多分ネチュラルだから。あ、ダメプレミア、よっしゃそうじゃん。でかいでかいでかい、今のプレミティナ5点でんじゃん、こいつ大チャンス。あ、やったわ、大チャンス大チャンス。待って、しかもこれさ、やべえ、よいいよ。これ二択のクロートなんだけどなでもこれ結構処理きついきっと、うん、ヒット処理きつい。ただ結構確かに攻められてるんだよな、
と待って、迷ってしまったね。いや、一旦意外とやべえ、意外とやばい。これ何を持ってくる、これ次第でしょ、ほんとこれ次第でしょ。ちょっと怖いから。見つかっちゃった。何持ってくんだろうな、楽しみだな。私は森の主人公。はい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 、頑張れ頑張れ。いやいやいや、いいよいいよいいよ。やばいやばいやばい、これ倒せる倒せる。え、おーおーおお、強い。あ、それは強い、それは強い、マジで強い。なるほど。6でしょ、6コストのやつ持ってくんだよね、多分ね。セルウィンか。いや、これめっちゃ難しいな。ドワーフか。いやいや、待って、なんでこんなに手札いっぱいあるのにさ、全然除去できないのこれ。なんで手札あんのそんなに。逆に逆に、うん、確かに俺の手札軽すぎた。いや、そういうこと、うん、そっち重く作りすぎた。いやー、これやったな、これとりあえずの。いや、さすがに私の矢だ、私の矢だ、あなたを貫く。いや、こうしての。ふっ、めっちゃ手札引いてるな。虹、羽か。え、ふっ、お、ダジリョウ。やっふふ。あ、今これ普通にこっち倒したかったね。なんかもういろいろある、わけわかんないこれ。あ、ファヒュームドワーフ。あ、大丈夫大丈夫大丈夫。あ、進化も。うわー、そっち戻せばよかったな、今。ただこれ守ってるんだ。一食いのにはナイス。お、これはちょっと待って、これさ、やばいよ。ファヒュームドワーフ最強だったな、今。いい引きだったわ。やばい。うん、全然リーサルが見えないよ。でも守れるし、守れるし。いや、守れるのか、これは。1、2。全然だってこれ頑張ります。強っ、ゲタドリアだ。うわっ、あ、そっちじゃない、そうだ、あとはもう左とか左。ああ、はい、回転。じゃあ、まあ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 、いいでしょう、いいでしょう。よし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 。マジかよ、これ。よし、今は結構ナイス。え、なんだなんだ。うわ、待って、それで持ってくるのは確か、あ、結構やばいやつだ。いや、わかんないわかんない、大丈夫な可能性ある。いや、違うな、多分あれだ。何をしてみてください。やばい。ただこれ、これ人食いの庭強いな。いいよこれ。買いに行こうか。これどう取ってくるか。マドリアード残すか。いや、全滅はまずい気がするんだよな。ここじゃお腹いっぱい。あ、なターンエンド。セルウィン倒したらよかったのかな今。いやー、セルウィンだったかな。いやー、でもな、これね、これでしょ。うわー、それやばい。それで、これでちょっと次。あ、待って、やばい。え、いや、ちょっと待って、それやばい。あ、やばい、やったやったやった、今の標国取っておかないとやばかった、これ。いや、でもこれ倒すしかないじゃん。で、倒すと
あいつ多分来るんだよな、あいつ結構強いやつ来るんだよ、そいつ倒せないぞ。やばい、多分大丈夫大丈夫。あっ、あ、待って、間違えた、間違えた、間違えた、おおおおお、いやでもそうだ、これゼロ5戦なんじゃん。そうそうそう、え、出せよ今。いや、6号でしょ、6号6号のやつでしょ。あー、クソ、でもそいつ、そいつ倒せねー、これはプレミの嵐ですね。うわー、マジかー、いやー、マジかー、ゼロボスじゃん、そういえば桜の効果忘れてたわ。くそー、マジで全然ダメだ、今。そっか、氷国、いやでも氷国使わないと、ほらよし、くそくそ、でも今、多分白狼スルーでもよかったんじゃない。白狼スルーだと、うん、でも次結局3点殴られちゃってるでしょ、うん、でそうすると結局大変なことだ、結局あのね間に合わなくなっちゃったかもしれなかった。じゃあもう一回やりましょうか。はい、ということで、はい、第2試合、次はウルフの画面でやってみたいと思います。よし、はい、じゃあアルティメットデッキビルドしていきます。いやね、さっきのデッキね、あ、なるほどね、いやしょうがない、いやこれでしょう、意外とね、これも強いからね、プレミするから気をつけてね。なるほど、あ、ちょっと待って、やばいやばいやばい、これはね、これがやっぱめちゃめちゃ強いんで入れましょう。いいよ、で、これね、いや、結構強いぞ、結構強い、これかな、こっちにしよう、これ強いからね、こっちで、はいはい、なるほど、ちょっとこれたくさん入れてあげよう。で、こっちかな、これ強いかな、これちょっとタイガーさんにあげよう。あざっす。で、あ、これはな、強いな、まあこっちかな、こっち、こっちにしよう。はい、で、なるほど、しょうがない、しょうがない、これね、どうなるんだろうね、だってそもそもだってこの2ピック自体がだってデッキ30枚だからね。そもそもこれで、こっちにしましょう。はい、で、なるほどね、うん、あ、これはね、できればね、与えたくないね。これは与えたくない。で、これがね、ちょっとまあいいでしょう、こっちでしょう、うん、お、強い、もう最強の守護ですね、これは。データスも、うん、これはね、こっちね、こっちにしましょう。え、タイガさんめっちゃ強いよ、これ強い、めっちゃ強いよ、めっちゃ強い、うん、ありがとう。あ、これどうしようかな、あ、これ強いな、あんまりこれ与えたくないんだよな、まあしょうがない、しょうがない。で、おー、来た、最強来た、これね、これめっちゃ強いからね。あの、さっきのあの、あやつと相性いいから、これ、うわ、やべえ、ちょっと強いかもしんない、これ特別にこれをタイガーさんにあげましょう。これ強いかもな、なんか意外いまいちなんだよな、じゃあこっちにしましょう。あんまりいいね、こっち側に寄せちゃうとね、あの、最初にピックしたあのカードと結構相性良くなっちゃうからな。はいはいはい、で、これシャドウ入り、これね、あ、危ない、これがね、いや、こっち、こっちにしましょう。俺、できました、できました、お、来た、これ、あ、でもこれ、これあげたくない、これめっちゃ強いからな。これあげたくないから、こっちにしましょう、しょうがない、なんだろうな、あれはあげたくない、さすがに。で、これもちょっと強いけど、まあこっちにしましょう。はいはいはい、で、これ、これがね、ちょっと厄介だけど、これね、強いんで、まあもうね、あげましょう。はい、完成です。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、タイガーさん、かなり夢のあるデッキに仕上がったので。マジ？はい、楽しんでいただけたらと思います。楽しみだなぁ。よし、なんだ？夢見たいなぁ。さあ。
もうやっぱ息づく先は一緒なんですね。そうっすね。なるほど。僕らは一致なんだよな。夢を見させられるのは僕かもしんない。手加減なし、本気で行く。おお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 お、はい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 。でこれいいっすね、石膏これ。おーい、いこれこれスペルに寄ってるのかっていう話なんですよこれ。まあ、とりあえずこれだけ一応キープしておきましょう。うんうん、はい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 。いやこの絡み合ってない感じ、何このバラバラな感じ、これこっち結構大事そうだな。お、いいよいいよいいけど、ちょっとね、スペルブーストしないと。まあ、ここでいい感じに。おお、スペル入ってないとかないよねこれ。さすがにさすがにちゃんと引きますよ結構。あお、いい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 い、ちゃんと結構引きます。いいカードいいカードですよね。結構スペルブーストよりになってる。あ、来た、ドローはありがとう。あ、はい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 、なるほどね。出しとくか、もう使わないしね。いいな、魔法図書館。魔法図書館いい。よし、これもうあんま使わなそうだから先出しちゃおう。うんうんうん、キラキラキラ。お、いいよいいよいいよ。これ結構強いぞこのデッキ。回ってる回ってる。さあ、でもあんまりあんまりちょっと急がないとね。だから怖いかな、タイガーさんデッキ。こっからそうなんだよな。これ厄介なんですよそのデッキ。結構そのデッキね、厄介。表情強いぞ。なるほどなるほどなるほど。ちょっと一旦スペルしていきますか。知恵。お、お、これが来る。なるほどね。はい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 。いや今押されてる感じあんな、なんかすごい手が強そうじゃん。いやかなりいい感じで、ここもう相手イッチだから、まあ、もう使わないと思うので、最初こっち出しとこう。はいはい、オールキャット、ね、オールキャット、いやオールキャット結構強いですけど、まあでもイッチ相手だと一番嫌だこのオールキャット。でこれ今スペルブーストで押すに。そうなんだよな、そうなんだよな。なんだなんだなんだ。わかるよその気持ちは。俺の斧を味わいやがれ。これからの、これからのこれ決めたい、これ。あーね。あーね、バレちゃった。お、来た来た来た。はい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 。まあ、てなると、お、なるほど。てなると。ちょっとね、極力ね、進化温存してスペルブーストしていきたいので、はい。で、これちょっともう、ね、もうね、ちょっと持ってないから、いや、もう打っちゃうわ、打っちゃうわ。これで、はい。で、今これが、こういう状態ということですね。お、来た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 。はい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 。いや、いっぱい入ってますね、やっぱり。いっぱい入ってますね。あ、魔法図書館、なるほど。入ってんだよな。入ってますね。お、なるほど。はい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 。こうなるとですよ、こうなると、こうでしょ。ちょっとこれが、これがちょっと邪魔なので、こうしての、こうしての、でこれが、まあ、進化するたびにスペルブーストできるので、これあれになるわけだから、これこうしましょう。これもう一回進化切りましょう、あえてスペブしたい。はい、なんだ。はい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 。でここでまあ終了と。はいはいはい。なんでスペブしたんだ。いやちょっとこれ面白いことが起きそうなんで、これこれね、いや、やりたいやりたい、これやりたい、やっぱ。準備はできてますよ。まあ、これ進化させることによって、もう一個これ倒さなきゃいけないので、これをね壊せるから。はい、ちなみにこっちが今
に。いやだって見たことないっす、あんま見ないですよね、これで。これがこれがね、こうなるっていう。何枚、そう、そのデッキね、いっぱい入ってるからね。いっぱい入ってるんだよ。はいはい、おっと、なるほど。なるほど。うん、なるほどね。ちょっとね、一旦落ち着くか。これで、うん、これ戻したくないですよね。なので、いや、戻しちゃおうか。驚いたわね。めっちゃ迷うな。強い、さっきよりもしかして。いやー、まあ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 って感じなんですけど、いやちょっと待って、めっちゃ迷っちゃって申し訳ない。もうこれは分かった。これはね、こうして一回この土がね邪魔だから、これ一回そうして、でこうしての、お、こうしての、なるほど、こうでしょ。ほう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 、はいはいはい。いやー、さあどうかな。さあ、大河さん、ワイズママンちょっと、もう追い詰めましたよこれ。え、もう追い詰めましたよ。追い詰められたね。はい、これまだこっちありますからね。とりあえず、いやー、楽しいなこれ。あー、スノーマンが、体が溶けちまう。はい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 、見破られましたか。体が溶けちまう。何、何それ、何来るか知ってんだよ俺は。くそー、完全に処理されちゃいましたね。次何来るか知ってるんだよ俺は。なるほど、カメラだろ。おー、パメラはまだ可愛い方なんですけど。パメラじゃない、ちょっと待って、これさ、一回ね、いやー、これはきつい、これはきつくなってしまったので。何このスノーマン合戦みたいな感じ。うんうん、サモスの俺温めてたから。これがね、あんま意味ないから。ちょっとね、いや怖いな、あれ残すと怖いんですよ。残すと怖いんで、もう出していこう。書に記される知識を求め。はい、いやこれなんか、これ全然絡み合ってない感じ、この感じ。いや待って、はい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 。さあ、いや顔来ないで。いや、顔いかないでしょ。顔いって。さあ、もう、はい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 。体が溶けちまう。そのまま処理していく。体が溶けちまう。体が溶けちまう。でも次ね、これ結構活躍するかもしれない、これとこれで。うわ、強い。あ、スノーマンがなんかついでに出てきたけど。はいはいはい、いや次で来たよ。あ、待って、いやでもここはもうね、ここはもう、あ、ちょっと待って、これスイッチのフォロワーだから。プレミした、まあプレミした。いや完全プレミアー、これ。あ、レイナか。あー、もったいねー、今の。もったいねーの、だって、はい、これワイズマーマン先進化の方が、いや先出した方、後で出した方が、そうだね。普段使わないから、これもう分かんない、これ。まあまあまあ、でもこれちょっとね、楽しい展開に。クソ、スノーマンがいっぱい進化してほしかったんだけど。いいよ、うっ、強いな。いけ、待って、結構やばいかもしれない。
はい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 。じゃあでもこれ返すでカードはあんまり。お、いいよいいよいいよ。ただこここれっていう決め手がまだないですね。タイガーさんでもなんか入れてくれてるはず。なんかこうゼウスとか。大丈夫です。出た。命をかけて試合を始めよう。はい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 、忌むべきがね。いいぞいいぞいいぞ。おお。これやばいでしょこれ。これやばい。これがこれね。これやばい。これはね、ナイスカードすぎる。ナイスカード駅。うっ、うわーだって2回攻撃。それやべえな。これやばい、これはね、やばい。ちょっと待って。海は広い、はい、はいはいはい、はいはい、しないよ。はい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 、ほいほい。まあ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 、はい、押してまいる。これこれこれ出す意味ね。これよし、押しよ。強くね。さあ、どうですか。あ、グレア残した方がよかったの今。まあどっちにしろやっちゃうか。え、出た出た。そう、そいつがね強いんだよ。それがそれがねマジで強い。いんなくね。いんなかったね。意味ないんだけど。オッケー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 。あ、強よ。いや待って、このデッキめっちゃ強いよ。てかめっちゃ強いじゃんこのデッキ。おーいい、おーいいいい。ちょっと上引きすぎじゃない。やばい、今の武闘神ドロー。これこれいったでしょ。これこれはこれ、あと4点なのこれ。でもこれ処理されるとマジできつい。もう雪だるま祭り処理できねえよ。いやーでもね、このアン強かった。アンっていうかグレアが強かった。出た。うわー、何が来るんだろうな。恐れだけ。あ、お、アニエット。あー、それ今来たか。いやー強かったですね。マジか。ありがとうございます。ちょっとね、ジンジャーがね、怖かったんで。ジンジャーね、そう、結構後の方に来たね。てかね、そう、うん、そのデッキね、表情めっちゃ入れた。それもだよ。4枚減ってる。あ、マジで。え、ちょっと引いてこなかったの。いや、いや、引いて、一回引いて出したね。でも4枚入ってるんですよ。ちょっとじゃあデッキ見てみる。見てみる、デッキ見たい、デッキ見たい、はい、あ、これは、あ、俺が作ったやつですね。そうだね、確かに、うん、ウルフの方が強かったかもしれない、うん、いやでもね、ジンジャーをね、ニズミっていうね、夢を詰め込んだ。何枚ってたんか。ジンジャーがね、ジンジャーで出したいフォロワーいねえからな。でもジンジャーでこれキマイラとか、うん、このこれね、あ、ファンファーレが、ね、そう、有識のローマ同士とかを、うん、そう、意味ないからね、こいつ出しても、うん、そうそうそう。ファンファーレ発想しないのか。そうかそうかそうか。いやでもウルフの方は、俺のはちょっと見てみようかな、うん、いやこれね、多分ウルフ強いとこ引いてたよ、すごい。だって弱っ、うん、めっちゃワイズマーマン2枚、うん、言うべきオールキャット、うん、これちょっと奇跡だね、これアンとレイナを引けたの、うん、これ奇跡だったね、これ。いやね、結構強いとこ引いてたと思う、うん、薄いとこ引いてた。だって白装の風も、うん、2枚引いたし、うん、ほぼ上のやつ全部引けてた、これちょっとめっちゃ良かったんだ。想像出てこなかったし。そうそうそう、いや、いや強かったわ。いや強かった、はい、表像が4枚入ってんだ。とりあえずね、表像出してもね、別にいいって感じですかね。そう、ツピクだとね、はい、うん、はい、ということで、うん、まあ一戦一勝で引き分けという形になりました。またやりましょう、はい、またね、うん、このルール結構面白いので、ぜひ皆さんも、はい、やってみてください。というわけで、いつものようにこの辺にピシが、はい、この方、チャンネル登録のボタンがあります。よろしければご登録お願いします。はい、スマートフォンからご覧の方、画面下概要欄の方からお願いいたします。はい、あとファミツアップにこのままもやっておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら、バイバイ。